では、ウコンキか。ウコンキのをやっていきたいと思いますと。うん、こちらもなんか、ゴツゴツした。ゴツゴツじゃないな。体のぎっしりとした敵が出てくる感じかな。動画界で浦島さんに、技を全部覚えさせてきました。これは、一本道かな？一本道じゃないか。で、あそこにつづらがある。鬼よけがね、かなり面倒くさかったですね。アイテムをゼロにしないといけないので、結構断捨離をしました。結構預けられる量に、限りがあるみたいなんで、で浦島さんが生き返ってる理由はカードを手に入れるためにこなす必要があったからですね。あ、二つあるのか。しかしレベル20代だとこんなに早くレベル上がるんだなと。技のフェンズ。放火弾とか、ああ、もういいアイテムばっかりですね。今アイテム、だからこんな感じしかないんですよ。どうしようかな、預けられるアイテムも限りがあるみたいなので、入らないアイテムだけど使えないアイテムとかは処分するべきかなと悩んでおりますね。技のセンズか。技のセンズ、ヤシャ姫でいいね。ここは、右は、あ、左は何もなくて、こっちは宝か。戦いのセンスとかはね、桃太郎でもいいかなと思ったんですけど、桃太郎ってなんか絶好調になりにくいんですよね。たまたまかもしれないんですけど。ここも敵は、そんなにいないですね。3種類ぐらいかな。
色と持ってる武器が異なるみたいですね。多分こちらの塔も鍵があると思うんですが、あ、逃げられるとカード手に入らないから、ちょっと怖がって OK か。これはこっちかな。あと1種類かな、カードは。これは手に入れてたかな。どれだったか忘れた。まあ、頭悪いんで、忘れやすいんですよね。これはさっき手に入れたやつですね。下に、あ、鈴、あ、こっちじゃないのか？もしかして。あ、全部手に入ったかな？なんか違う気がしてきた。違ったら一回戻りましょうか。鍵じゃない気がするな、こっち。まあまあ、お金とか貯まるのでいいんですが。いや、あ、よかった、こっちで合ってた。多分鍵だと思います。逃げるときはなんか素早さちょっと上がってるのかな。はい、鍵で戻りましょう。戻りましょう。戻りましょう。
これ一回出た方がもしかしたら早かったかな。そういえば物増やしの玉があるんですけど、あれ、絶好誕だったかな？絶好調になるやつを2つにし、1個しかないので2つにして、ラスボス前に使うっていうのは、ありなんじゃないかなって思ってます。最初はですね、なんだっけ、段を上げるアイテム。なんだっけ、商談免除だったかな。そんなアイテムに使おうかなと思ったんですけども。あ、でも物増やし玉はいくつかあるので、に、といっても2、3個かな。絶好誕は、1個だけ増やしておくのはありかなと思っております。結構絶好調、待ってるのは大変なので。動画界で一回だけ二人とも絶好調になったことがありますね。これアイテムはほとんどないけど大丈夫かな？大丈夫か？さすがに。いや。引き出しで、とりあえず運送券と、きび団子、とりあえず持ってるだけ。もう完全に上位互換のものがあるので。まだあるかな？ない？もうないか。ないです。あ、これいらないな。で、挑みますか。ぐるぐるぐる。我は右近機。地獄の門を守る。我の力を思い知れ。坂本とはまた別の BGM ですね。素早さが上がる。ダメージも、てか、防御力、左近機より少なくないかな、これ。レベルは大して上がってないはずなので、ね、新一人いけたけど。ただ殴ってるだけで倒せるんじゃないかな。倒せましたね。これで戻って、これで、真ん中の、どうだったかな？に行けるようになると思うんですけど。
いや、雨がすごい降ってますね。だからなんだって話なんですが。これで開くのかな？開きましたね。速攻でボスなのかな？ちょっと覗くぐらいは大丈夫かな？ああ。少しだけ、探索しますか。敵も新しい。あ、でも逃げる。ヤッサーブローバー。ダンジョンはどうしようかな。多分次ラストになると思うんですけども、裏ダンジョンとかないですよね、多分。次は、多分ラスボスは閻魔大王なので、直前ぐらいからスタートしましょうかね。いや、もう絶好調でもないのに、このダメージはすごいですね。仮にもエンマ様のところに出る鬼なんだから逃げるのはどうかと思いますけど。ここは冬、まあいいか。アイテムがあるな。ちなみに、板金炭は動画外で撮りました。一連の小槌。一連の小槌、まあいいアイテムなんですけど、三玉。こっちは何もないのか。一回じゃあ出ますか。どこまで出るんだろう。あ、こっちまで出ちゃうのか。犬は毒の沼地は全然平気みたいですね。どうしようかな。ただ探索するだけだと思うので、何事もなければちょっとここで終わりましょうかね。じゃあ本気を倒してからね。真似をしてきましたね。